ライダースを極めていこうかなと。超やばいアイテムでこの着こなしはイメージしてましたね、最初から。その中にもね、こういろんなこうアイテムの楽しみ方っていうのがある。オクテットチャンネル、どうもこんにちは。オクテットメンズファッションチャンネルのムンです。はい、ということでね、今日もまあ金曜日なのでいつも通りね、ムン流のこなし方をやっていきます。はい、ということで、今日のね、もう早速テーマでございます。今日はね、はい、こんな感じで、ライダースを極めていこうかなと思います。はい、ということで、まあね、タイトル的にはライダースを極めようっていう感じで、まあ、要するに、要するにというかめちゃくちゃ簡単に言うと、ただね、僕が好きなライダースを僕の好きな着こなしで着ていきますっていう感じです。今回ね、使うライダースなんですけど、こちらですね。まあ、以前こう安藤さんのね、動画でこう D スケアードのラインナップの時に、紹介していたんですけれども、 D スケアードさんのライダースです。はい、これね、やばいです。超やばいアイテムで、まあレザーはラムね、なんですごくこう柔らかいんですよね。すんごいこうもちっとしていて、で、まあ、あとはもうめちゃくちゃこうシンプルですよね。本当にこうベーシックなシングルライダースの形なんですけど、今回は本当にね、これを使ってやっていこうかなと思います。まあ、シングルとね、こうダブルっていうところ、まあ、僕は両方とも持ってますけれども、個人的な主観としてはシングルの方がね、やっぱりこう使いやすさと、あとはやっぱちょっとこうハードさは抜けるかなっていうのはありますね。はい、でダブルの方はまあいい意味でも悪い意味でもやっぱこうゴリッとなるんで、まあ、それがそれですごく好きだし、それを中和させるからこそみたいなかっこよさもあるんですけど、今回はね、もう少し多分こうエレガントな方でも選びやすい、着やすいっていうね、このシングルライダーっていうのを使ってバシバシね、着こなしを見せていこうかなと思います。はい、ということでね、もう早速着替えます。まずはね、こんな感じで、まあ着ただけですね、上から。はい、着ただけなんですけど、結局ね、これが一番僕はやります。まあ一応アイテムですね、こうデニムはね、以前僕が紹介した、ブラックウォッシュのディスキャードさんのデニムを履いてます。もう割とね、このデニムはライダースに合わせたくて買ったって言っても過言じゃないくらい、この着こなしはイメージしてましたね、最初から。で、T シャツはね、これもおなじみですね、ヘルノの T シャツ、はい、僕大好きな T シャツです。で着てます。で足元はね、こうこれちょっと珍しいんですけど、パラブーツのルーリーっていう着火ブーツを履いてます。まあ秋冬であれば割とこう足元は、まあ、サイドゴアなのか、今回みたいにちょっと着火なのかってところなんですけど、割とこうブーツ系がね、僕は多いです。こんな感じでライダースを着てます。はい、もうこのスタイルは僕の中ではやっぱり一番ベーシックだし、まあ一番最強かなと思ってますね。これに勝るライダースの着こなしあんのかなっていうぐらい、本当にこう一番シンプルなんですけど一番かっこいいと思います。やっぱ男らしいじゃないですか、この感じが。すごく割とね、秋冬であれば僕インナーをね、もう黒にして真っ黒みたいな感じもするんですけど、秋口とかは割とこう白 T とかでちょっと抜くようなスタイルもすごく好きだし、あとね、このライダースって割とやっぱ丈短いんですよね。こうもともとこうバイクね乗る感じなんで、あまりこう長いと難しいじゃないですか。っていうのもあって丈短いんですけど、そのどうですかね、 3,4 センチぐらいちょっとこう裾が出る、この後ろとかもね、こういうちょっと出るっていうこのバランス感も気持ちこう抜けててね、すごく好きですね。はい、まあこのぐらいの本当にポイントとしては、まあシンプルな分やっぱこうアイテムこだわりたいですよね。今回に関してはまあ言うことないかなと思ってます。もうデニムもめちゃくちゃ綺麗だし、まあそこからね、ライダースもこのぐらい割とこうタイトなんですけど、もうすごくねシルエットも綺麗ですよね。皆さんね、こうライダースを選ぶときにね、ライダースって着方にも多少よるかもしれないですけど、やっぱり基本はねタイトに選んだ方が絶対いいんですよね。これ着ていくうちにやっぱりこう皮が馴染んできて、こう本当自分の形に伸びるというか、まあ馴染むっていう感じなので、ちょっとね僕のこの今のスタイルを見てもなんかきつそうだなって思うかもしれないですけど、これぐらいで選んでもらって、これを馴染ませるっていうのが正しい着方だし、それが楽しい着方なんで、まあそんな感じでね着てもらって、シルエット重視で選んでもらえたらいいかなと思います。はい、
ということで、まあ、最初はこんな感じでデニムとねライダースっていうねシンプルな感じです、次はねこんな感じのスタイルです。リラックスした時なんかはまあこんな感じのねライダースの着こなし方も僕は結構やります。ということで、まあ、まずねいろいろ変えてるんですけど、パンツ、これリプレイさんの新作なんですけど、あのすごくねこんな感じでストレッチバンバン効いてるタイプの、まあ、ウエストもゴムのタイプの、まあ、いわゆるスウェットパンツですね。こういう感じで、まあ、黒の、まあ、スウェットパンツ、インナーはちょっとねこれからの季節を見越してニットを合わせました。で、まあ、無地とかでもかっこいいんですけど、こうやってねちょっと、まあ、ディスクさんのこれはロゴですね、ロゴとかあるとね割とやっぱりこうアクセントになるかなと思います。足元も、まあ、僕はこういう時は結構抜きたいので、あのこんな感じでちょっとね白っぽいペリコサニーっていうスリッポンで、まあ、本当にこう楽な感じで、ライダースを着てるっていう感じですね。こんな着こなし方もね本当によくやります。でもこのコーデの時の個人的なねあのポイントは、まあ、まずやっぱりこう選ぶねスウェットパンツ、しっかりとねあのシルエットが綺麗なものを選んでほしいなと思います。まあ、スウェットパンツこういろんなものがあるんですけど、こうできればやっぱりこう裾の余りも極力なくって、でまあなんならちょっと足の形見えちゃってもぐらいの、まあ少し細めのやっぱりしっかりとこうテーパードの効いたタイプを選んでもらえるとすごくねスッキリ見えるので非常におすすめかなと思います。まあこうちょっとダボっとしたねスウェットパンツで合わせるっていうスタイルも確かにあるんですけど、そこまでいくとね割とこうアメカジ感がすごい出るんですよね。なんで僕はもうちょっとこうモダンに着たいので、そうじゃなくてこうスウェット選ぶにしてもやっぱりシルエットにはねある程度 こだわりを持って結構綺麗なアイテムっていうのを選びます。これもかなり細いですよね、まあ、このぐらいの細さでもうバシッと履いちゃうって感じですね。まあニットなんかはもうこれはもう本当正直気分かなと思いますね。あの全然無地の時も正直僕もありますし、まあちょっとこうロゴだったりとかプリントみたいな時もあるし、まあここは本当に気分でも今回はこのディスクのニットをやっぱ着たかったんで、これでやりました。まあ相性もいいじゃないですか、もう悪いわけないんでね、はい、っていう感じで合わせてます。こういうなんかこうスウェットパンツにライダースみたいな感じはもう本当なんかこうカジュアルすぎるっちゃすぎるのでね、あの割と敬遠する方多いかもしれないですけど、こうシルエットとかねなんかこうこだわってもらえると意外とこうすっきりまとまりますよね。まあこれダブルだったら割とねごつくなっちゃうのかもしれないですけど、まあ、シングルなんでねこう意外とこうすんなりとね合わせられます。これだったらね逆にこうスウェットパンツのスタイルですけども、全然外に遊びに行っても恥ずかしくないかっこいいスタイルかなと思います。楽なんでねぜひぜひこんな感じの合わせ方もやってみてほしいなと思います。3着目は例えばねこんな感じです。あのですね僕実際にライダースをこう自分が着てる時ね、あのほとんどはやっぱりこうデニムとブラックデニムと合わせるっていうのがもうほとんど で次にやっぱスウェットなんですけど、まあ確かにそれがほとんどですけど、時たまねこんな感じのもやっちゃいますっていうのが今のスタイル。ライダースをちょっとね、甘いアイテム、まあちょっと可愛らしいアイテムとかと合わせて、まあお互いのこう良さを引き出しつつ、可愛すぎる部分とハードすぎる部分を殺してるみたいなね、そんな感じのスタイルですね。まず、パンツなんですけど、割と綺麗なチノスラを履いてます。これベルイチのパンツですね。色もね、こんな感じでオフホワイトぐらいの、割とちょっとこうイタリアンっぽいようなアイテムも合わせてます。で今回の肝はインナーですね。インナーのこうシャツなんですけど、こんな感じでこれジャネットさんのギンガムチェック、はい、黒のギンガムチェックを着ています。これねエレガントなこうスタイル好きな方で、やっぱりこうベーシックっていうのにね凝り固まってしまうと、もうなかなかこう手が出しづらいようなアイテムじゃないかなと思うんですよね。まあやっぱり着ると可愛らしいんですけど、可愛すぎるしなんかこうね子供っぽくなりすぎるのかなとか、いろんなこう懸念点があるじゃないですか。まあ僕はそれも含めて好きなんですけど、例えばこんな感じでライダース上から着ちゃうといいですよね。まあライダースのこのハードな感じも中がねちょっと可愛らしいので、雰囲気ねあんまりこう男臭くなりすぎずに見せれるし、逆にこのギンガムチェックの、まあ、ちょっと可愛さっていうのもライダース合わすことによって、まあ、面積的に見えづらくしてるっていうのもあるんですけど、まあ、やっぱインナーちょっと可愛くてね少しアクセントになるぐらいに留めておけっていう感じです。
でパンツはね、こうやって綺麗なパンツ持ってくれば一気にドレス感が高まりますから、まあデニムとかちょっとねファイブポケットのチノとか行くよりもバチッとねちょっとドレッシーなアイテム合わせてあげた方がコーディネート全体としての引き締まりっていうのがあるかなと思います。まあ当然ながら足元もこういう時はローファーですねっていうスタイルです。僕の中ではこのライダース使ってねちょっとこうキメキメな感じですよね、まあ、ちょっとこうキメキメで行きたい時なんかにはこのぐらいね少しこう消化させて着るっていうのもやるかなと思います、まあ、割とこうエレガント寄りなスタイルはこんな感じです、最後はこんな感じです。ライダースにタイドアップっていうスタイルね、こうライダースのスタイリングっていう意味では割と相性っていう意味ではすごくいいし、ライダースとタイドアップってめちゃくちゃ実はかっこいいんですけど、ただ現実問題ねどこでやんのよっていうテンションな人はまあ正直いるんじゃないかと思います。ただね僕このスタイル好きなんで僕はすごいやりたいコーデって感じですね。まあ足元はね、今回はちょっと軽めにサイドゴアとかでもいいんですけど、タスルローファーにしています。で若干ねちょっとモードな感じを出したかったんで、さっきのブラックオーシャンのデニムじゃなくてディスキャードなんですけど真っ黒のスケーターの形でちょっとこうスキニーな感じにねしています。白のシャツからの黒のネクタイっていう感じですね、はい、もう全身白黒のモードって感じです。で、まあ、これ割と個人的にポイントなんですけど、黒のねこのネクタイ、こんな感じでニットなんですよね今回のアイテムは。まあ、僕はこうニットじゃなくてもいいとは思うんですけど、あんまりこう黒無地の本当にシルクのサテンっぽい感じとかだとちょっとね雰囲気がね硬すぎるのかなと思うので、僕はこうニットでちょっと崩した感じで真っ黒とか入れますし、まあそれがこうウールのネクタイとかでもいいと思うんですけど、少しねちょっとこうビジネスっぽい生地よりかは風合いをね変えるとなおいいかなと思います。でその上からこんな感じでライダースっていうスタイルですね。これね僕すごい好きなんですよね本当に。昔ねサンローランがこうやってたスタイル、うん、まあ、コレクションで発表したその時にすごく衝撃を受けたっていうそんなスタイルなんですけど、これなんかかっこいいですよね、はい、本当これどこでどういうシチュエーションでやればいいんだろうっていうと、まあ、僕は仕事で全然できちゃうから、まあ、いいかもわかんないですけど、なかなかねこうどっかに遊びに行く時にっていうのでやれればいいですけどね、まあ正直ちょっと難しいとこもあるかなとは思うので、まあ、リアリティがあるかって言ったらそこまでではないかもしれないんですけど、けどこのライダースに黒ネクタイでシックに決めちゃうっていうのはねむっちゃくちゃ僕は素敵だなと思いますし、これもこれでなんかねちょっとこう異質な感じがしていいですよね、はい、ということで、まあ、僕のすごく個人的なおすすめなスタイルなので、あんまりねやるシチュエーションがあるかどうかちょっと分かんないですけども、いずれはどっかでやってみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。今日はこんな感じで、まあ、ライダースを極めるということでね僕の、まあ、個人的な主観たっぷりのね好きなライダースコーデを4つぐらいね紹介しました。こう振り返ってみるとね色使ってないですよね全然、うん、まあ、白と黒だけかな多分今日使ったの、まあ、そんなもんだと思うので、まあ、僕は結構ねライダースの着方多分凝り固まってる方かなって自分で思います、はい、実際ほとんどもう真っ黒か白黒とかで終わらせちゃうことがほとんどなんですけど、まあ、正直僕はそれで十分かっこいいと思いますし、その中にもねこういろんなこうアイテムの楽しみ方っていうのがあると思うので、まあそんな感じでねぜひ自分たちのまあ好きなねライダーススタイルっていうのをちょっとね見つけてほしいなと思います。まあこの企画はこんな感じでいろいろとね僕の主観をたっぷり入りながらいろんな着こなしとかね紹介していこうかなと思うんですけど、こうネタがねないわけじゃないんですけど、皆さんがねこうコメントでこういただけるとねすごく僕も作りやすいですし、あそういうのがあったんだなってい こう発見にもなるのでね、ぜひねこれやってくださいっていうようなねコメントをいただけると非常に助かりますので、それも、はい、お願いします、はい、それからね、チャンネル登録と、高評価とあとねこう通知をオンにするっていうのを忘れなくお願いします。はい、ということでムンでした。バイバイ。